マルセル・ミュールはフランスのクラシックサクソフォン奏者、音楽教師、ノルマンディ地方のオーブに生まれ、レ・パトロンの通称で知られた。彼は偉大なクラシックサクソフォン奏者として世界的に知られ、彼のために多くの曲が作曲され、また彼によって初演、編曲された。これらの曲の多くが今日のクラシックサクソフォンのレパートリーの中心をなしている。また、 サクソフォーンに初めてビブラート奏法を導入した人物でもある。父親に加えてフランソワ・コンベールからサクソフォーンを学んだ。また、1935年にはナディア・ブーランジェに支持し、その縁で多くの作曲家と知り合うこととなった。休止状態にあったパリ音楽院のサクソフォーン家を1942年に復活させた。 当時すでにサクソフォーン奏者及び教師として評価されていたミュールは、どうかの指導者に選ばれた。パリ音楽院の教授として、ミュールは300人以上の熱心な学生を教え、その多くが、自らの力で有名なサクソフォーン奏者や教師となっていった。またミュールは、当時第一級のサクソフォーンアンサンブルと言われた、パリサクソフォーン始終相談を結成し、自らもそこで、 ソプラノサクソフォーンを演奏した。ミュールは1968年にパリ音楽院の教授を引退した。彼の地位はかつての教え子の一人であったダニエル・デファイエに引き継がれた。引退後、ミュールは南フランスのイエールに陰性し、2001年12月19日、睡眠中に死去した。100歳没。ミュールがパリ音楽院で教鞭を取った時期は、現在では、 クラシックサクソフォーンの買い書きであったともみなされており、そのような意味でミュールはサクソフォーンの歴史に大きな影響を与えた人物である。ありがとうございます。